やっていくよ。なんでこんな声で始めてるかは教えないよ。続きですよ、皆さん。続きからやるんですよ、皆さん。ですね、前回ね、まあ、髪の毛がもうじゃもじゃってなって、どこにも行けないんじゃないかってなっておりますけどね。ね。どこに行けばいいのかわからないね。とりあえずね、近くの部屋からね、当たっていけばいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとね、見てみるんですけど、こっち部屋ないんですよね。地下に行けるだけですからね。なんか入ってみたけど、ここでいいかな。あ、もう喉が痛いんでやめます。あれ？こんな部屋入ったことあったっけって。あれ？何気にここ初めて入るんかな。だってこんな絵とか見たことあったっけ？こんな椅子とかさ。初めて入るんじゃね？一回ってさ、結局まともに探索したような記憶がないんやけど、記憶がないだけかもしれんけどさ。結局何もなかったけどさ。ここじゃなかったか。どこ行けばいいんだ。まあ、とりあえず、いろいろ、一回探索してみれば、何かわかるでしょう。あ、あと俺、操作キャラはアズニャンで。アズニャンでお願いします。あ、ここ入ってないんじゃない？入れるんか知らんけど、入ってないんじゃない？入れませんね。踏んだり蹴ったりや。あ、なんかイベント入った。どうした、どうした？ほんまこのタイミングで、ちょっといろいろ動き迷ったけど、突然イベント入ったけど。帽子？なんかあった？あれな、ねえ！人影が、なんで帽子だけこんなくっきり色が分かるように映ってるんだろうな。あとちょっと、胸の膨らみが大きいから女性かな。多分友達だわ。あ、友達か。そうかそうか、友達おったわ。君みたいなんでも、友達っておるんやなって。あおとくわ。奈々ちゃんのことは、会うとくわ。奈々ちゃんそう。お前にも友達っておるんやなって。よかった。やっと見つけた。ちょっと声かけてくるわ。一人じゃ危ないぞ。俺には分かる。一人じゃ危ないぞ。危ないよ。ほら、あずちゃんもそう、あずちゃんもそう思ってるよ。友達扱いされてるけど、友達じゃないだろ、こんなん。どこかにカメラ回ってたりするの？まさか、この辺にも仕掛けがあったりしないでしょうね。何も喋ってくれませんな。あなたぞ、本当は、友人という関係じゃないんじゃないの？おめえ、どうかしたの？なんとか言ってよ。そうしかとされてるぞ。あなたぞ、そうしかとさせてるぞ。ここまで近づいた。こんなに近づいた。ああパン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 。おっと。これトイレ？ちゃうな、非常口か。おおほほ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 。み、ふ、二人来た。逃げろ。わあ、捕まったー。引きずられてる。おーっと、ガチのホラーが来ました。ガチのホラーが来ました。それ体格的な問題があるだろう。ああ。この時にこんなことを言うのもなんですけど、女の子がひどい目に遭ってるのを見るとなんかちょっと気分良くなるんですね、私。あー、助ける間もなく。助ける間もなくか。マジか。ええー、
何の抵抗もなく、ナナタとやられた。マジかぐしゃって言っちゃったもんな。あれはもう生きてないでしょうね。あれで生きてたら、異能生存体って呼んでる。異能生存体って呼んでるからな。1億分の1の確率やな。1億分の1の確率だったっけ。待ってよ、1億分の1の確率だったらあれやな。日本人に1人はおるってことになる。もうこの二人のこの顔見たらもう異常な状態だっていうのは皆さんわかるでしょう。あ、まだ来るの？あ、また引きずりに来るぞ、引きずりに来るぞ。これで習ったとか、あー怖かったわーみたいな感じで焦ったわーみたいな感じで出てきたらギャグやけんな。来るぞ。あーめっちゃ血ついてる。これエンディングもしかして一つの。ねえ知ってる？うん。何このさ、団子大家族みたいな感じの。なんだこの団子大家族みたいな。クラナドが始まったのよ。そしてまた、その都市伝説って縁が広がっていっきょな。犠牲者が実際に出たもんな、三人。広まっとんやな。まだ続きがあるんじゃ。その人たちと面識のあった人の SNS にダイレクトメールが届くようになったんだって。へえ。その人たちから、そう、いなくなった後にだよ。いざなってきとんや。しかも何度も何度も繰り返し同じ場所の位置情報が送られてくるの。うわ、ミイラ取りをミイラにさせようとしてるなこれ。なんでそんなに嬉しそうなん、少女 B。 はぁ、送られてきた場所に警察が行くと、そこは何もないただの廃墟で、うわぁ、痕跡も見つけられなかったんだって。いかにも世に浮き目の物語って感じやな。警察はそう思ったみたい。でもね、でもね、おい、いなくなるな。みんなめっちゃいなくなるやん。初めの人たちと同じように突然。それで今度はまた違う人にその人からダイレクトメールが届くようになって。立ちの悪いチェーンメールみたいな感じになってるやん。その人にも、初めの人たちと同じく位置情報だけが送られてきたんだって。めっちゃ犠牲者増やしていくな。ガチのやつやな。何それ、普通に怖いんだけど、届いたら最後じゃん。だよね。ねえ、もしも、もしもだよ、そんなダイレクトメールが届いたら、どうする？見ずに消す。そうやな、それがいいでしょ。かっこいい。かっこいい。そういうんさ、踏んだらさ、変なスパも入るぞ。中身を見なかったら助かるかもしれないじゃん。確かに。あ、来ちゃったー。もしそのメッセージが私から来たとしても、ちゃんと消してね。7ってあれば7だぞやん。そのメッセージは、開いては
きません。おお、なかなかドスの効いた怖いエンディングだったな。てかエンディング入っちゃったわ。そしてサラハトです。サラハト、サフロールは飛ばしましたね。エクストラ点が増えた。なんだこれ。あ、これ前見たやつ見えるんじゃ、スティール。で、これがエンディング5つあるうちの1つ、今のが。配信はエロゲーじゃないよ。はい、戻ってきました。多分さ、一階でなんかするんだろうな。一階のどっかで何かをして、待合室。何かをして、おけば何かしらが、フラグが立ってするんだろうかなと思うよな。二階に行ってさ、あんな何もせずにさ、ただ通り過ぎようとしたらイベントが始まってしまったけんな。多分そういうことだと思うんよな。てかこれ、さっき見たよな。2階に行く前に見たな、これ。あと、俺が操作したいのはアズニャンだよ。アズニャン大好きすぎてさ、やっぱアズニャンでなければってなってしまうところがあるからな。しかしさ、どこに行けばいい ?1 階のどこに何があるんだろうなって感じ。多分2階に行ったらアウトなんだろうなって思いながら。それとも地下でなんかやるんかな。何に反応したこれ。あ、ここ扉調べれたんじゃ。ここが事務室っぽそうね。あ、事務室に用があったんか。事務室に行かずに2階に行ったけん、ああいう円の位置が入ったんか。そうかそうか、これでとりあえず円の位置回避したんかな。あかんのかい。マジか。いや、鍵かけないとか不用心でしょ。一番不用心なのはさ、君の谷間なんだよ。君の胸元なんだよ。そんな都合いいことあるか。そんな脱出ゲームじゃないんやし。まあ、ある意味脱出ゲームに近いけどな、これ。脱出目指してなきゃ。お前の頭の中はハッピーセットだな。くるくるパーのハッピーセットって呼んだろうか、お前。ああ、でもさ、ミオちゃんがそう言うんだったらさ、そうかもしれないなって思ってくるからな。その真ん中のクルクルパーのハッピーセットが言うんだったらさ、あ、それはそんなわけがないだろうと思ってたけどさ、ミオちゃんが言うんだったらそうかもしれないってちょっと思い始めてくるからね。鋭いツッコミです。でも上の階行ったらさ、エンド1でさ、化け物に引きずられて3人、やられるもんな。いけるん？これでフラグが立ったけん、もう上の階行ってもいけるようにやっとんかな。行くで。もう3人とも引き込まれても知らんで。真上ってことはここか。この建物か。ってことになるんかな。ここのどっかってことになるんかな。ここか、この、ここかな。ぽいな。入ったわ。あー、そうじゃー。髪の毛スパゲッティのところあったわ、ここ。あー、懐かしい。パート1の話じゃー。髪の毛スパゲッティ。ミオちゃん以外の二人は初めて見るんやけど、驚かんのかなってちょっと思うんやけど、ここちゃうわ。こっちか？あ、入れるで。入れるんはいつもか。だってパンティータイムやもんな。ここでもない。でもなんかあるんかな、だとしたら。ここを調べてみたら、これは、あ、こんなもあったな。違うんかな、ここじゃなかったんかな、真上って。相変わらずテレビつかんし。別になんか増えとるわけでもなさそうやな。真上って聞いたけん来てみたけど、ここではなさそう。
ここ入った、ここも入ったもんね。ここじゃなかったわ。真上って、あ、待てよ、真上ってシャウエッセン、真上シャウエッセンと、あれ、そもそも真上ってどのあたりになるんじゃ。上上がって204号室かな。え、待て、それちょっとさ、エレベーターのところ通るやん。怖いな。え、でも真上ってそこになるんか、204号室になるんか。だって事務所がこの右上やったもんな、確か。出なかったっけ。だよな。だったらこの2階の真上に当たるんって204号室。あー怖いなー。でもイベント働かせたけん、もうそば通っても大丈夫だろう。フラグ立てた。なんか怖いわ、やめろ、その広がり方やめろお前。あー右上にスキップってある。これはこれは、皆さん、わからないんでね、ちょっと、攻略サイト見ちゃったわ。そしたらさ、もう、この、外に出て、その、非常階段から下に降りていって、いろいろ調べるところあったと思うんですけど、なんと、ここの3階のところからね、こう外を見たらですね、こういう、ハテナマークが出てきて、あれ、やっぱり、だって、何がやっぱりなんか全然わからんのですけどね、黒い影が被っとった友人の帽子が、ここにあるんですよ。って言われてもさ、そんなもんがあるっていう感覚なかったじゃないか。そういうイベント的なもんが。ちゃんとハテナは出とったんじゃ。ハテナは出とったけど、俺見逃しとったんやな。にしたってこんなところに、こんな重要なアイテムを置くって感じのところにあるんやな。ここで拾わんかったら、おそらく、どう頑張っても、204号室に行くときに、エンド1が始まってしまうみたいな感じなんだろうな。そうだ。プレイヤーには見えんようなところで飛んどったかな。なあ、だぞ、目、いいな。ああ、この絵もいいな。なんですか、それは下ネタですか。よいっちょ。ダメか。おっぱい立ちとこう。あんまりおっぱい大きくないはずなのに、ちょっと揺れてるような感じがするからな。これだ。キャターツ。あ、いい感じの長さなんやな。オッケーオッケー。これでその帽子が手に入ったことで、ちょっと、フラグが立ったみたいよ。そう、攻略サイトに入っとる。なるほど。でもやばいね。これに気づかずに先に進んだらさ、下手すりゃ、セーブ戻れんで、なんか最初からやり直しみたいな感じになるんやな。怖っ、このゲーム。ある意味怖っ。よかった、俺セーブ分け取って。すぐこっからできた。セーブ分けとくって重要ですね、皆さん。どこした？これが。あったあった。あったまった。ほっともっと。なに？うおー、気持ち悪い。あー、でもパンティー、パンティーは見慣れだわ。君のは割と見慣れだけど、この角度っていうのがいいよね。この、ちょっと、M 字開脚に近い感じっていうのがいいよね、また。また新たなエロスを感じますね。これサムネにしようかな。いいよね、このグロテスクな虫がうじょうじょしとるっていうところをさ、サムネにするのも悪ないな。エロとグロのダブルパンチっていうことで、それをサムネにしよう。
めっちゃ血がついてる。ああ、友達もやられてしまったんやな。ああ、そうか。友達、帽子の中にこんなウジ虫飼ってるんだ。変わった趣味だな。もう、変人になってしまったんだ。頭の帽子の中で、あんなウジ虫を飼ってしまったなんて、誰にも相談できんわな。こんな趣味があるんです、私。あなた、こんな趣味の人を許せると思いますかって言えないよな。絶対軽蔑される。うわ、気持ち悪って思われるもん。親友のナータソにも言えないわ。隠してたんやな。頑張って隠してたんやけど、殺されて帽子を見て、こういう感じでカミングアウトっていうかバレるんやな。そうそう、もしかしたらほんまに帽子の中でこういう虫飼ってただけかもしれんし。あずさちゃん、あずにゃん、これもあれも全部ナナの仕込みなんでしょ。よー、盛大な現実逃避。もういい加減ネタバラシしてよ。もう疑心暗鬼になってる。この3人の間で疑心暗鬼になってる。まあ、俺としては十分いい絵がバンバン撮れてました。あなたたちのパンツの色が全員分かったしね。これ以上続けて何になるの？いい加減やめるべきだよ。やめてよ、ナナ。これ以上のサービスシーンをさ、スイッチのゲームでやるんだったらちょっとまずいことになるからね。でも見てみたい。もう自暴自棄になったからな。ななちゃん、今なんで？そんなわけないでしょ。本当にもしそうなら、とっくの昔にやめてるわよ。科学弱小配信者の一般人の私に、こんな大掛かりな仕掛け。その着ぐるみだって、誰が準備してくれるっていうの？私なんかのために、こんな廃墟に置きっぱなしになってるものに入って、私なんかのためにって言っちゃってる。だからそれも全部元からあったものじゃなくて、ドッキリとして持ってきたんじゃないのって聞いてんの。だから違うって言ってんじゃん。これ全部仕込みだったらよかったって私だって思ってるよ。嘘よ。嘘じゃないのよ。いや、喧嘩し始めてきた。うわあ、だんだんこの中の、この二人の間の仲たがいが始めてきよう。ああ。ああ、来た。こういうちょっと感動的な BGM。うわあ、いい関係やな、この三人。何気にミオちゃんもさ、この二人の間を止めに入るっていう。人見知りでさ、ボスチだった過去があっても、この二人に対してはこういう感じで出れるっていう、いい感じの三人の構図やなって思うわ。大丈夫だよ、二人とも。
ほやな。すいません、ちょっとくしゃみ出かけた。くしゃみ出かけた。こんないい場面なのに、ちょっとくしゃみ台無しになりかけた。ちょっとやばい。ちょっとね、か。俺、アレルギー持っとうけんさ。ちょっとアレルギー持っとうけん。突然くしゃみが出ることって割とあるけんね。ごめんなさいね。うん。出口か。あー、出口に行ってみようってあれか。あー、こういう感じで3人の関係が良くなった感じで、一つのフラグが立ったんじゃ。でも出口に行っても現実は、みたいな感じなんやな。まあ、行ってみますけど。友達の帽子が手に入った。これなんかフラグ回収のためのアイテムなんかな。これ持っとったからなんだっていう話になるんやけどな。あ、でもあれか。エンド1ってさ、あの帽子かぶったや、拳を見つけたっけん、あ、友達だって言って近づいてみたら、あいつでした、みたいな感じやったっけんな。その展開がなくなったってことなんやな。なあ、たそが油断することがなくなっ、あ、こっちから入った。2回入っちゃった。まあいいか。これで一つのフラグ、あの、エンド1へのフラグを追ったんだ。違う、間違えた。一回あれやな。最終的には204に行くんやけど、とりあえず出口を調べるっていうフラグを立てなあかんよな。おお、ちょっとこんなところで出てくる。あ、これ二段攻撃になっとんじゃん、いつの間にか。そうか、俺二段攻撃の振り上げるときにさ、沢よけん、これちょっと、いけそうでいけなかったとこ、あー、ここ隠れるとこない。まあ、かわせればいいんやけどさ。そうか、俺二段攻撃しよんじゃ、最近。最近お前二段攻撃し始めたんじゃ。それで二段目の攻撃を食らって俺死んよったんじゃ。そうか、そうか。振り下ろしただけじゃなくて、振り上げるようになっとったんじゃないですか、何か。二段攻撃を覚えたんじゃ。スキル二段攻撃を追加しました、みたいな感じなんじゃ。なるほどね。だから死んよったんじゃ。いけると思って通り過ぎたら死ぬところって、そういうことだったんじゃ。で、ようやく、また事務室戻ってきました、って感じじゃ。ここは一緒かな、スキップってやるってことは。でもって、ようやくっていうか、また上の204に行くことになるわけですが、よー、これでさ、帽子が手に入っとるけん、このイベントが、フラグやな、そのエンド1へのフラグが折れとる状態になるんじゃ。そういうことか。ようやく進むわ、俺。まさかあんなところでさ、いきなりエンディングが始まるとは思わんかったでないか。怖いわ、このゲーム、ほんま。ある意味な。で、もうここ、前通り過ぎても何も起こらんだろ？怖いな、でもちょっと。お、素通りできる。素通りできたわ。って、ちょっと待って。このタイミングで出てくる、何これ？何これ？また似たようなイベントが始まったんだ、でも。え？ちょっと待って。あー、帽子じゃなくなっとる。帽子なくなっとるし、なんか、身長が小さい。なんか違うやつに変わっとる。だったら友達の方が良かった。友達、ちょっと体細いけど、ちょっと胸、ふっくらしとったような気がするけん。俺、幼女興味ねえんだよ。ロリコンじゃねえし。なんか意味ありげな、女の子。心霊的なものを見てしまった、とうとう。事務室の上あたり。あ、だから204に行くって感じなんで、攻略サイトに書いとった。
真上に行こうっていう理由が変わったな、なんか。お前がついてるかなんだって言うんだい。率先して逃げそうやな、でも。お前なんか率先して逃げそうやな、なんかやばいことがあったら。そんな気がするわ。当てになるんかな？ここ？違う。ここ？真上の部屋204ってここにあるんか、結局。204来た。おっと、待ったイベントだ。おるんか、あの子。来たな、ようやく事務室の真上来たな。出てきたら頭なでなでしてあげよう。なんかあるんかな、ここに。もう必要以上にはね、攻略サイト見んようにしとんでね、この先の展開とか全然見てない。こっからはノーヒントで行くぞ。そうじゃ、抜け道がどうのこうので来とったんやな、最初。目的としては。突っ込まれてるわ。あってほしかったなーって。じゃあ何なんだろう。これがレインボーシックスシージだったらさ、スレッジっていうでかいハンマー持ったおっさんに穴開けてそっから入ろうとするとかなるんだろうかな。レインボーシックスシージだったら。ブリーチングチャージとか。ハードブリーチングチャージとか誰が持てないみたいな感じね。おお！突然襲いかけて、うおお！やりすぎだよ！日暮らしの中にいるワンシーンを見てるような感覚だ。やりすぎだろ、お前。オーバーキル気味じゃん。生々しいな。この効果音が BGM とかに比べたらさ、ちょっと一回り大きい効果音なよな。音量がさ。こんな仕掛け作れれたらもうなんか映画の もう映画のなんか舞台とか作れそうやな、もう。アズニャンの産地がどんどん削れていく。俺がおったらアズニャンのこと抱きしめて頭とお胸、おっぱいなでなでしてあげるところだった。はは、気丈やな、やっぱ。ミオちゃん、すっごい気丈やな。あ、なくなった。なんなんだろう、これ。そういうなんか壁にさ、そういう映像を照らし合わせるようなイルミネーションっていうか、そういうのあるよね。なんて言うんやったっけ。覗くだけ。覗くだけなんで、中に裸の女の人がいても、僕は悪くないよ。覗くだけ、はい、覗くだけ。何もおらん方がさ、平和でいいんやけんさ。なんだ？ それだけで驚くアズニャン、かわいい。何だい？鍵？まだなんかどっかの部屋の鍵？謎ですよね。こういう探索系のホラーゲームってさ、なんでどんなところに鍵があるんだってところに鍵がありますよね。謎ですよね。いろんなゲームやってきたけどさ、鍵の置き場所なんでってなるときはあるよね。すごいな、だとしたら。決めつけるね、君。頭、ハッピーセット目。やっぱ。まあ、そうやな。はーい。
事務室の鍵って出てるんだ。どこかの鍵を手に入れたとかいう、そういう感じのじゃねえか、もう事務室って確定しとるけんな。ゲームシステム的に。ちょっと笑いおるわ、お前。笑うだろ、それ、お前。テレビ見よう。なんもないな。いつかはつくんじゃないかなって思って、いつかはつくだろうって思ってさ。定期的にちょっと試してみるわね、テレビ。わざわざボタンポチって押すあれがあるんやけどさ、いつかはつくんじゃないかなって。すごい期待の意味を込めてさ、ちょい、たまにはね、ちょっと、テレビのボタンを押してみたりにしようかなと思います。よっしゃ、これで事務室入れるな。入ったー！こんな感じになっとんじゃん。なんかあるかね？事務室なんかちょっと汚い感じがあるな。なんか。クモの巣張っとるし。なにこれ？あ、これカプセル。あ、そうか。事務室やもんな。ここからいろんな部屋にいろいろ届けられる感じ。あ？ 303 だけなんかボタンが壊れとるね。なんか飛び出しとる。針はね、別になんかあるわけじゃなし、カッチャカッチャっと、カッチャ、なんだろう、押してもなんもならん。ところが、あ、これだけボタン押せなくなっている。なんなんだ、2056になんかあるん。302がなんか、302はなんか動くんやけど、あれ戻ってこん。戻ってこん。どうしたんだろう。302がなんか戻ってこんぞ。あ、戻ってきた。301と3、なんか302のやつ押したらどっか行って、301で戻ってくるような、そんなシステムがある。そして206がなぜか押せなくなっている。あ、ボタンが沈んどるって感じか。なんなんだこれ。その特徴がある部屋に何かあるんやな。あとは、おっと、神棚。めぼしいものはないわね。神棚に何か隠されてたりしないかしら。バチ当たりだな。あんな高いところ調べられるかな。なんか台があるかなって。あ、ちょっと頑張って飛び跳ねても。ダメね。私でも届きそうにないわ。でも50点。飛び跳ねるんだったら、せっかく飛び跳ねるんだったら、おっぱいも揺らしな。視聴者のサービスをね、これやってる、このゲームをやってる人にサービスを与えないといけませんよ。おっぱい揺らさないと、飛び跳ねるなら。どんだけ硬いブラジャーつけてるんだろう。ブラジャーが硬すぎて、おっぱいの揺れを阻止してるの。なんか台がいるんやな。ここでも、この、三脚が使えたりはせえへんのかな。違うんか。足場がいるもんな。台がいるんじゃ。となると、この時点で持ってるアイテムじゃ、ちょっと使えそうなもんはない。このかの椅子とか動かせばいいんじゃないのって思うんやけどさ。あ、時計が、調べれる。ああ、別に止まっとうてだけか。カレンダー、15年前。パソコンは関係ないか。な、これ。あ、引き出し。で、鍵がかかっとうところもありの、上が開いた。なんこれ、なんか意味ありげなマークついとるよ。なんかこれ後で出てきそうな気がするな。出ないともなんなんこれってなるもんな。模様、ハート丸、星とかいろいろある。おっと、あとは出機オルゴール。ファンタジーランドに行った時に買ったオルゴールを娘は毎日嬉しそうに触っている。土日にホテルへと連れてくるときも、オルゴールを片手間も、手から離さない。楽しかったもんな、遊園地。また、いっぱい思い出作ろうな。そんな知ってたからなんだって話なんよな。俺からしてみたら、うん、また遊ぼうな、わかった。で、何って。脱出には関係ないんよ。なんかのヒントなん、これ。じゃあ何のヒントでもないな、これ。どう考えても。そういう過去があったんやなっていうストーリーを読み取るだけであった。
これの謎を解かなが、あかんな。あー待って、こんなとこにマークがついてる。あー押す順番か、押す順番なのか。待った。え、じゃあこんなすぐ近くにヒントあったんじゃ。俺は気づいた気によかったけどさ、気づいちゃった気づいちゃった、わーいわーいででっかちゃんになりたきによかったけどさ、ハート丸星プラスかける左から順番の正解なのかな。左から順番か、日本人は文字を左から右に読むのか右から左に読むのかわからんけど、まあいいや、丸押して丸じゃないわ、ハート押してからの丸よ。で3番目に、あ、ちゃんと動きよんで、ちゃんと動き、順番通りに押したらこういう感じでいくんやな。プラスだったっけ。で、バーツかける。あ、来たー、なんか、なんかこれ薬草みたいなの来たー。え回復アイテムこれ、まさかの回復アイテム。え、こんなん出てきてなんなんて話やし、こんなカプセルに入れてなんなんて話やし、もうな、謎だらけじゃ。このゲーム謎だらけじゃ。なんかすごい神聖な枝っぽい気がするけん、コイン刺したらなんかあるんかなって。その前に台がないけどね。アズニャンは縦に揺れても結局おっぱいは揺れないしな。頑張ってくれよ、アズニャン。俺は君のエロさに期待してるんだよ。